種類の違う矢にはそれぞれ違った使い方があるんですよ。矢はつがえてあります。負傷した者はすぐに知らせ獲物を見つけました。どの弓を引いて狙いを定めて放つ。弓を引いて狙いを定めて放つ。ごめん。弦には三つの選択が。弦には三つの選択が。弓を引いて狙いを定めて放つ。ごめん。弦には三つの選択が。敵には三種の苦難があります。ごめん。弓を引いて狙いを定めて放つ。どの弦には三つの選択が。敵に弦には三つの選択が。敵には三種の弦の振動を感じて医療。今行くぞ。福音が指先に集まる。福音が指先に集まる。どの福音が指先に集まる。どの弓を引いて狙いを定めて止血監視。どの弦には三つの選択が。敵には三。弦には三つの。福音が指先に集まる。どの弦には三つ。弓を引いて輸血準備。どの弓を引いて弦の振動を感じてごめん。弓を引いて狙いを定めて放つ。行ってみ。止血監視。どの福音が指先に集まる。ごめん。弦には三つの選択が。敵には三種の苦難があります。ごめん。弓を引いて狙いを。福音が指先に集まる。ごめん。弦の振動を感じて行ってみろ。救急キットだ。弦には三つの選択が。敵には三種の苦難があります。弓を引いて狙いを定めて放つ。どの弦には三つの選択が。敵には三種の苦難があります。弦の振動を感じてご命令を。はい、私が参戦したからには当然の結果です。これでもう誰も嵐電修道院がラテラーノの飾り物だなんて思いませんよね。